西口駅舎と一番線東口に設けられた駐車場。ホーム寄りの白い区画線が月決め利用者専用。駐車場室入口付近の黄色い区画線が一時利用者用となっている一線スルー方式の新関駅。新関駅は新潟県新潟市秋白大関にある東日本旅客鉄道万越再線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。両ホームは 古線橋によって連絡している。一線スルー方式となっており、列車の行き違いがない場合は両方向の列車とも、駅舎に面する一番線から発着する。新津駅管理の無人に駅。駅舎は待合スペースとしての機能のみで、簡易水化改札機、自動券売機、自動販売機、トイレなどが設置されている。二番線北側に面して、東口が設けられている。 駅舎はなく、ホーム入り口に、簡易水化改札機が設置されており、東口に面する駅前には駐輪場と、パークライド用の駐車場が設置されている。2番線は行き違いを行う場合の上り列車と、対向通過列車を対比する、下り列車が使用する。新潟市統計所によると、2010年度までの年間乗車人員の推移は、以下の通りである。なお、 新潟市合併前の2004年度以前のデータは非公表となっている。無人駅については発見データが正確に計上されないとして2011年度以降の乗車人員データが非公表となった。西口駅前は新潟県道406号新潟停車場線を介して新潟県道7号新津村松線に面しており周辺には民家が立つ。 東口側は水田が広がり民家が点在する。西口側の県道7号上に新潟交通観光バスのバス停留所が設けられている。運行路線は大関線一路線のみ。運賃生産には新潟交通グループの IC カード、リ・ユートが使用できる。ありがとうございます。